クランクインから約1週間、病院内部での撮影が続きます。傷の手当てをしたばかりだ。その間、キャストスタッフは一歩も外に出ず、ひたすら撮影を行っていきます。カット！ OK！ この過酷な状況の中、現場を盛り上げていたのが、本作が映画単独初主演となった坂口さん。キャストスタッフと積極的にコミュニケーションを取っていきます。なんか多分みんなで作りたいなと思うんで、やっぱり僕はとってもきついシーンとかでももちろんピリッとする瞬間もあるんですけど、やっぱり穏やかにやっていたいというか、じゃないと瞬間的な力が出ない気がしてて、とかあとスタッフの方たちと話すのが根本的に多分好きなんですよね。僕は早見として台本を読んじゃってるんで、話を聞いてみたら、あ、確かにそういう感覚の捉え方もあるなって発見とかもあったりするし、だから性格的に多分好きなんだなって思いますけどね。ちょっと今上だから。そんな坂口さんの姿を間近に見ていたこの方たちは、笑いながら俺の顔を叩く。坂口さんはやっぱり自然だし、タフですよね。すごくこの暗い物語の中で、なんていうんですかね、すごくいい暗闇の中の一筋の光みたいな、そういうものは放ってらっしゃる気がしますけどね。楽しいですね。大勢になります。はい、お願いします。もう主演を坂口さんがやってくれなかったら、こんなにこのチームがまとまることもなかったんじゃないかなっていうぐらい、本当に真ん中に立ってみんなをこうまとめてくれたので、すごくこの中大変な中でもなんか笑ってた記憶がすごくあって、いい現場だったなと思いますね。よーい、はい、カット。もらいました。すごい今。笑顔の絶えない中、撮影は順調に進んでいきます。デジタル配信をご覧の皆さん、こんにちは。この度、映画仮面病棟デジタル配信のリリースが早くも決定いたしました。すべての謎を解くまで、この病院からは決して逃れられない究極のノンストップ脱出ミステリーです。ぜひデジタル配信でご覧ください。その日、病院は仮面の凶悪犯に占拠された。閉じ込められた当直医の早見と女子大生の瞳。この病院謎だらけ。謎、その謎を解くために、これだけはやってはいけないこと。静かに謎を解け、仮面病棟。やめないか。警察へ垂れ込むな、仮面病棟。密告は決してするな、仮面病棟。謎を解こうとしてしまうとお仕置き。仮面病棟。